YouTube をご覧の皆さん、こんにちは。神戸電鉄親善大使ののぞみるです。みのりです。なつみです。みくです。お願いします。お願いします。今日は横山駅に来てるんですけど、見ての通りいつもと違って4人もいます。今日はね、この4人でちょっといっぱい遊びたいと思っております。楽しみ楽しみ。外でね、遊ぶのもいいんですけれども、今年の夏すごい暑くて、今日も猛暑でございます。室内でね、遊ぶのもいいかなと思いまして、今日はなんとボウリングに行きたいと思います。というわけで、屋内でボウリングやっていきましょう。行きまーす。行きまーす。せーの、楽しんチャンネル。到着しました、はい、エリアズサンダボーリング場さんです。イエーイ。から入ろう。はい、入りましょう。ここエリアドゥサンダボーリングセンターさんは2014年12月にオープンされて、今年10年目を迎えるボーリング施設で、地域の皆さんに長く親しまれてきました。イベントも頻繁に行われていて、家族や友達、世代に関わらず楽しめます。また1階にはカフェサンサンが併設されていますので、素材にこだわった食事やスイーツ、コーヒーが楽しめます。ガンダム
すごいじゃん。すごいすごい。じゃあわしやな。はい、お疲れ様でした。ありがとうございました。次ストライクを今のところちょっとね、みのりちゃんに負けてますからね。おお、あ、すごい。弱いパイプです。おお、ラッキー。